店員に声をかける外国人風の男。男は番号が SS で始まる1万円札を探しているといいます。さらに男は他の1万円札も確認しようとレジから取り出し店員に返しましたが、この時すでに6万円を抜き取っていました。男は自分の財布を店員に見せた隙にお金を抜き取っています。よく見ると男の財布の下にはお札のようなものが。大阪や兵庫では同様の事件が先月から16件起き、被害総額は140万円近くに上っています。